るんだから一番大きいのはさっきその早川さんが言ってたのマップの扱いですよね。はいはい、探索して、まあ、クローズドベータやられたお客さんだったら分かると思うんですけど、通常のウェーブバトルの後に、そのマップが解放されて探索ができるっていうあのやり方、当初は探索してずっと遊ぶっていうのがフル探索だったんですよ。バトルシステムとかもいろいろ試行錯誤、バトル変わったよね。バトルも変わりました。だって一番最初に出してる画面写真からもうアイコンが変わってますからね。そうそう、ユーザーも言ってましたね。UI 変わってますよ。仕様はそんなに変わってないんですけど、はい、UI として UI を変えましたもんね、はい、だいぶ変わってます。今もしてます。今もしてますね、はい、今一瞬だからその型が現場で一応これは一応試しててもらえる状態になりますと、ちょっと一瞬待ってる状態です。あ、なるほど。どれどれどれ伝わってもうボロカスですよ。はぁって何やってんのっていうこれこの時間が一番大事ですよね、うん、実際 CBT も実際はそこの時間が3週間ぐらい、うん、ありましたね。だ CBT とかのプレイは僕も10回で済まないですからね、うん、レベル1から10何歩、レベル1から10何歩、レベル1から10何歩、もうそのうち見なくても歩けないそうですよね。もう8月頭にはもう固まってましたもんね。固まってました、うん、なんかそこをブラッシュアップというか、うん、とにかくブラッシュアップのやつずっと時間かけてますよ、うん、やっぱ FF、まあ、その当然ゲームの中身プラス、まあ、我々の方でその FF らしさをどうその映像に落とし込んでもらおうかとか、うん、もうエフェクト一つ取ってもマップのねマップチップ一つに取ってももうとにかくこうなんとかしてくれっていうのをずっとブラッシュアップし続けてるから、多分この後も運用が始まりサービスが始まりでも永遠にブラッシュアップし続ける形になるから、うん、もう成長し続ける先にさ、これ、うん、本当に どっかのタイミングでこう開発者面からアシュラマンのようにユーザー面に変わったりとか開発面に変わったりとかやっていかないといけなくて、今出す直前が一番ユーザー面になってやれてですよね。レア召喚とかもやって確率低すぎちゃうよこれ文句垂れたりとか。内部クリエイター含め、まあ、外部もそうですけど、まあ、特にうちのファイナルファンタジーに関わってきたクリエイターがだいぶ関わってくれてて、でもう部署も超えて、もうとにかくいろんな人に、僕自身もね戸様の人間でもあるから、ファイナルファンタジーとして守らなきゃいけないところみたいなのをやっぱ知ってる人、いわゆるもうレジェンドの人たちに行ってこう見てもらって、こうどう思いますかっていうのをもう断ることにあって、でこうだからっつってっていうのをなんとかそうしてくれっていう話をずっと続けてる感じです。本当に、うん、本当社内的にも関わってる部署が多くて、こんな関わってる作品ないんじゃないかぐらいの僕は勝手に思ってます、うん、そうですよね、うん、実際そのグラフィックスの監修とかもすごく手厚くしていただいていて、マップの多分ジップのうん、質感とかそういうのも、うん、例えば昔の FF だとこんな感じとかをわざわざ説明以外に手から多分ちょっと書いていただいたりとか、うん、色を調整していただいてデータを送ってきてくださって、それを資料とかをが見ながらで、ね、まさにみたいなのをたくさんそうなんですよ。もうそうだよ、そういうことだよみたいな話で、なんか違うとか言ってたやつをその直したらギュッと良くなるとかは、うん、いっぱいありましたね、うん、すごいなと思いますよ本当に。そういうなんか愛をいっぱいいただいて、うん、そうなんですよ。だから感触で、ね、メールの窓口からこうもらってるだけなんで、僕は直接一回お礼を言いに行きたいなでもいっぱいいますよ、はい、本当に。だから本当細かく言ってったらキリがないですけど、例えば今運用もしているメビウスを作っているチーム の、はい、クリエイターにエフェクト部分をしっかり見てもらってたりとか、ドットキャラクターはもう本当にうちが総書記からずっとドットを書き続けてる渋谷に見てもらってたりとか、うん、もうあとはその今マップの部分は FF10 とかずっとやってきて、マップの書いてた久保っていう人間がいるんですけど、うん、見てもらってたりとか。久保さんの指摘はすごい本当に関わってる人間が多いんですよ。サウンドチームのうちのサウンドチームが SE 全部見てたりとか、まあ、当然 CG ムービーとはビジュアルワークスが関わってたりとか、とにかくありとあらゆる方にはね助けていただいてますよね本当に。はい、
ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式ツイッターやってます。ぜひぜひ下の詳細欄からチェックしてみてね。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。